中国共産党の海外統一戦線活動の拠点として非難されている孔子学院がウィーン大学でオーストリア軍人の研修を担当していることが暴露された中共海南省の外事部門から大紀元が入手した内部文書によると孔子学院は中共がヨーロッパに浸透するための共闘法いわば前線拠点になっており 中共地方政府はオーストリアの孔子学院のために直接教材を制作したこともあるという5月14日付のオーストリア誌「ディ・プレッセ」は「軍隊と中国を知る者たち」という報道の中で国際社会が孔子学院による中共のプロパガンダ工作やスパイ活動を非難している中オーストリア軍がウィーン大学の孔子学院で中国語を学んでいることを指摘している ここののニュースは外部からの懸念を引き起こした特に同じ EU 加盟国でもあるスウェーデンでは昨年4月に最後の孔子学院が閉鎖されアメリカドイツオーストラリアでも孔子学院は疑問視され閉鎖が進んでいる大紀源の記者はウィーン大学孔子学院に中共との関係を問うメールを送ったが本記事発表の時点で孔子学院はコメント依頼に応じていない オーストリアのウィーン大学講師学院の中国における公式サイト北京外国語大学講師学院事務所によるとウィーン大学講師学院は2006年に北京外国語大学とウィーン大学が共同で設立したオーストリア初の講師学院である2016年に中京海南省淡州市の外事部門が発表した内部文書ではウィーン大学講師学院のリチャード・トラップル 中国名李嘉徳院長が淡州市を訪問した際に同市政府とウィーン大学講師学院との間で交わされたいくつかの合意が明らかにされているこの合意のうちの一つは淡州市政府がウィーン大学講師学院に淡芳文化の教材書籍研究資料を提供することであった また中教の教材やイデオロギーの輸出に加えて中教とオーストリアの友好都市を推進するためにウィーン大学講師学院のリチャード院長がオーストリアのブルゲンラント州に友好相手を選ぶように進めたことが単周市の外事文書で明らかになった同文書によるとリチャード院長は元海南省外事弁の関係者とともに短州市を訪問した際 同志の指導者らとの友好の証として常緑樹を植えたいという希望を繰り返し述べたという「友好都市は中共の対外統一戦線の重要な手段である」「2020年9月23日当時のマイク・ポンペオ米国務長官は演説で各級政府要人に対して中共の友好都市計画をはじめとする地方政府への影響力やスパイ活動について警告した」 単州外事弁の別の文書単州とオーストリアの交流状況によるとオーストリア孔子学院のリチャード院長が何度も単州を訪れており中共の幹部と会談を行うことになったという中共海南省外事弁の2017年の文書経外弁文20176号では省人民代表大会常務委員会 立憲政副主任が2017年7月26日から8月4日まで代表団を率いてオーストリア、セルビア、ギリシャを訪問し、中共の一帯一路戦略を積極的に推進したことが開示されている。訪問では立憲政はウィーン大学講師学院の李宗寧中国側委員長と会談し、文化芸術分野での協力について話し合った。 また立憲政ら一行は友好都市の形成を促進するためセルビアの地元官員と会談し淡州市とセルビアの都市との間で友好都市の形成を促進した資料によると立憲政ら一行は貿易農業海洋などの分野で訪問国の政府関係者との協力関係について会話を交わしたという 短週外事弁は放送2018年重点事業計画という文書の中で中京の対外統一戦線の策略である孔子学院を利用して文化統一戦線を実施することを公開した「短州外事弁は」は2018年7月16日付の国務院重大監査に対応するための時差報告の中で 孔子学院のもう一つの役割である経済交流の促進と海外人材の誘致についても明らかにしている。